もうさ、じゃあさ、もうさ、出すものないからさ、最後はさ、二人でさ、寄ろうよ、寄ろうよ、寄り添おうよ。あ、寄り添ってくれってこと？そう、はい、なんでそういう言い方する？お、え？え？いや、別に。なんか、どれぐらい寄り添ったらいい？え、じゃあ、これ心理テストだな、これは。フレアがどれくらい寄り添いたいかっていうのをね、見させてもらおうかな。重ねた方がいい？重ねるレベル？え、それはさ、何、船長と重なりたいってそういうこと？あ、そうなってくるのか、じゃあ重ねない。あ、あれ動いてるこれ。なんかマリン動いてないんだ。あれ動いてない。めっちゃ動いてんだけど。マリン自力で動けるかな。ちょっと待って。ちょっと意味深なものが出てるけど気にしないでね。ちょっと動かねえ。重てえ体が動いた。俊敏な俊敏に動いた。どうしたらいいこの感じ。重なっちゃったけど、ちょっといや何でかくなったけど、ちょっとでかくしてみようと思って。あ、なるほど。どうこのフレア、いただきます。あどんどんちっちゃくしてこ。まあちっちゃくなってないよ。まあなんか急に適用されなくなっちゃったね。なったね。え、セットできるかな。意味深なものがちょっと映ってきた。あ、できたわ。ちっちゃくしよう。なんか急にマリンしかできなくなってしまった。ちっちゃ、小さ。ちょっとこの不思議の国のアリスみたいになっとるが、この尊いツーショットをね、記念撮影していてください。皆さん、いや、邪魔、髪の毛邪魔邪魔だと。あんだあんだ、髪の毛当たってんのよ。え、これからはね、そのなんだっけ、フィギュアも怖い、これフィギュアも全部。何この絵面。じゃあ分かった、フレアもでかくして、もっとマジじゃんって。ガチ恋距離。はい、ということで、できる。ということでね、皆さんね、今日はね、あの久しぶりにね、フレアとおしゃべりさせてもらいました。はい、楽しかったね。